はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今回のイベントなんだけども、すべてのステージの星、全部取りました。全部取れたよ。まあ、前回までのイベントは、ちょっとね、難しかったりしたんだけども、今回はいけた。このマゼラボルトの、これ60秒以内にクリアとか 60% 以上でクリア、これもねできたのよ。でさらにマゼラボルトも仲間にしちゃいました。マゼラボルトかかったね。結構簡単になるものかなと思ってたけど、まあこれが200回ぐらい戦った、200回ぐらい戦ってようやく落ちたんで、まあ嬉しかったね。必殺技レベルが今6。これはね、7にしたい。絶対7にしたいところ。すごい強いもん。で、マゼラボルトの、スキル。4以上か、6以上か。サイズ4以上のデカプニ消すと、そのデカプニが降ってくるっていう、このスキル。これ神スキルだよね。めちゃくちゃいい。で、これが、同じスキルが、お松も持ってるのよね。で、お松とマゼラボルト両方とも俺入れてるんで、これ、重複するんだろうな、多分。お松が今 8% で、マゼラボルトが 6% なので、これで、多分、上げていくと 20% まで確率が上がってくるんじゃないかな。まあ、とにかくこのスキルがすごく良くって、めちゃくちゃ使ってます。で、Y ポイントも、今17,28。だいたい1日1500ポイントぐらい貯めていけるので、まあ、このイベントが終わる頃には、そうね、2万近くは貯めれるかな。そしたらば、その次のね、イベントでもガチャを引いて、まあ、いい感じにしていきたいと思います。で、今日はね、新しく入ったマゼラボルト。これが本当にいい仕事をしてくれて、お金稼ぎとかが、すごい楽になったのよ。それをちょっとお見せしたいと思います。はい。でね、俺のお金稼ぎをしてる場所が、ここなんだよね。謎先のカッパのところ。ここはまあ敵も弱くって、HP もそこそこあるんで、必殺技が溜め終わる頃にも生き残っててくれるので、まあここがちょうどいいかなということで、まあこの辺り、まあ謎先あたりでやってます。で、まあ、最初は、必殺技を、貯めるんだよね。バイパーが、あれだもんね、出にくいスキルだから、まずはバイパーを、技を貯めて、で、その後、ね、残った奴らを貯めていくっていう感じで、やってます。前はさ、なんだ、ヤマタンを入れて、お金稼ぎしてたんだけど、どうもね、俺には向いてないらしく、まあコメントでもね、それよりも全然こっちでやった方がいいよということで、攻撃力アップを、まあ多めに入れて、あ、4体か。4体攻撃力アップを入れて、で、それでノアで、叩いていくっていうスタイルに変えました。まあそれがね、マゼラボルトが加わって、ってから、すごくね、安定するようになったんだよね。てか、遅いな、俺。すごい遅いね。ごめんね。いつもはちょっと、コンティニューなしで、倒していけるとこなんだけども、ちょっとコンティニューしないと今回は厳しそうな気がする。あ、間違えた。やっぱ喋りながらはね、ちょっと、まあ、言い訳ですけども、難しいんだよね。OK。で、全員溜まったね。あ、あとお松か。お松が、あと1回ぐらい。だね。まあ、お松を、多分消してれば OK。で、それで、ノアを、まあ、12か13ぐらいまで膨らましといて、で、同じぐらいのやつを、やるようにしてるんですね。まあ、10前後ぐらいのやつをまた、もう一個、作るようにしてて。
で、それで、その後に必殺技をぶっ壊していくっていう感じだよ。あ、無理だ。まあいいか。で、これでこうでしょ。はい。で、スコアアップ、必殺技アップ、もういくのよ。あ、必殺技じゃないや。攻撃力アップか。で、ここでね、マタロウとマゼラボルトがいい感じにね、膨らませてくれるんだよ。うん。で、ここから必殺技を打っていきます。ここがね、まぁ、ちょっと運が絡んでくるんだけども、マゼラボルトとオマズのスキルで、新しく振ってきてくれれば、超ラッキーかな。打ってこい。あ、無理。無理。打ってこない。打ってくるときはね、うまいこと、めちゃくちゃ打ってくるんだけど、あ、ダメだ。まあ、今回はちょっと少なめだったけども、だいたいね、2億ぐらい。2億ポイントぐらいは出せるようになった、スコアが。うん。で、今回は9000だけども、2億出せば、まあ、1万は超えるぐらいのお金、入手できるので、まあまあまあ。うん、まあ、今の俺にしてはいい感じなんじゃないですかね。おそらくまだまだ妖怪なんかを変えていくと、うん、スコアもっと伸びるんだろうけど、まあ今の限界がまあ 3億ぐらい、運が絡んで3億ぐらい、稼げるみたいです。でね、ガチャで出てくる A ランクの妖怪ではもう少しでね、技マックスになるのよ。なので、もう少しで、ガチャマシーンが、いい感じの必殺技マシーンに変わってくれるでしょう。S ランクはね、まだまだ、時間がかかりそうなんだけど、とりあえず A ランクは、ほとんどのやつが、レベル6以上になってきたので、はい、いい感じです。まあ、とりあえず、今回のイベントはなかなか、いい感じ。ということで、ご報告でした。あ、これは無理だった。一個無理なのあった。この S ランク妖怪チャレンジ。これは無理。うん。まだちょっと全然育ってないから、倒しきれないんで、これはちょっと無理だけども。神必殺の秘伝書欲しかったな。まあまあ、まあ、今回はね、こういう感じで、やっていってます。はい。次のイベントは何になるんでしょう。楽しみです。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。